はい、どうも皆さんこんにちは、こんにちはございます、カーリアの書院からお送りしておりますエルデンリングでございます。で、今日も続きやっていくんですけど、で、まあ今日はね、カーリアの書院のここの台座を調べるということで、ここに、なんだっけ、カーリアの逆さ像でしたっけ、なんかね、大事なアイテムがあったと思うんですけど、大事な、小さな欄に、逆さ像、これだ、カーリアの逆さ像、隠された姿を乱す鍵ということで、これをね、置いていきたいと思います。天義宮の台座にはめるが良いと。で、天義宮の台座というのはここでございますね。で、調べていきたいと思います。しかし、主人公、よく置き方わかるな。なんか、台座に書いてあるのかな？どっちが上とか、どっちが下とか。回っとる。逆さ像を外す。あ、外すとまた変わるってことか。へえ。なるほどね。で、進んでいくんですけど、で、ちょっと関係ない話といえば関係ないんですけど、いや、関係あるか。3月17日にアップデートが行われまして、NPC のイベントが増えてるらしいんですよね。で、壺村にちっちゃい壺いたと思うんですけど、逆さになってる。へぇー。え？あ、こっから先は全部逆さになってるんだ。面白。で、とりあえず、壺村の小壺がね、イベントがあるらしいんで、それね、今日ちょっとやっていきたいなと思うんですけど、これ下行ったら死ぬ系か？高いし死ぬよね。まあ、ここが正解でしょう。ああ！だから手張り付いてたんだ。こいつら。妙に高いところに手張り付いてたの知ってたんですよね。エレベーターの途中でさ、何やってんのかなと思ったけど。お、はい。おいおい。またいるぞ、あいつ。また遠くからチクチクやってくんじゃないの、あの人。超嫌いなんですけど。ほら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 。ほらほらほら、すぐ、すぐ。すぐやってくる。当たんない？よしよし。こっちにアイテムがあるのか。お前、ふざけてっと。ふざけてと怒られるぞ。お前らやめなさい。ああ、バカー。まあ1万680ソウルぐらいいいかな。いや、また出てきたよ。下にとりあえずあるからアイテム、まずはゲットしよう。アイテムゲットしよう。くれる。じゃあそこにあるアイテムをゲット。おー、秘匿の仮面。あ、よし、秘匿の仮面ちょっと装備してみる。インベントリじゃなくて、装備の頭。結構重量重いやつか。そうすると、あ、これだ。あ、違う、これ波動教授。おお、我が子。我が子とは全て秘匿と心に。はあ。いや、ちょっとやっぱダセえな。いいんだけど。お前、でもそこ死ぬぞ。そこ死んじゃうんじゃないか。最後までついてきてくれてもよかったんだけど、どこ行った、あいつ。
え、めちゃくちゃ狙われてるけど、どこに、うわ、なんか、なんだあれ、なんで上にこれ登ってるんだ。よいしょ、よいしょ、わしゃ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 しやがってよ。お前なんなんだ。よう、うー、死んじゃう死んじゃう。あれ、よいしょ、あら、あれ柔らかいじゃない。あら、柔らかいじゃない。やばいやばい。痛いって、あの野郎。よいしょ。お前ふざけんなよ。冷静？なんだ？なんだ今の。くっそ。煽ってきやがるぜ。ことごとく煽ってきやがる。あいつら。よし。これ天井を歩いてるってことか。てかこんなに雲いた？雲っていうか、手手って言えばいいのか、雲って言えばいいのか。まあ、とりあえず、あの厄介な引き打ち野郎は倒したから、構わんじゃろう。ん？はい。はい。落下死してくれば一番よかったね。よし、オッケーオッケー。何匹いるん、君ら。何回でも？何回でも復活するつもりかな、あいつら。まあまあまあ。そんなことはないと信じてる。これが一番高いところ、ここを降りられる。OK。重力がさ、上に向かって働いてるけど、下に向かって働いてる自分でも何言ってるか分かんないけど、上に向かって働いてるけど、下に向かって働いてるよね、これね。アイテム、あるかな？ああ、しっかりアイテムあるね。取りに行った方がいいよな。僕、思うんです、そういう風に。あいつ降りれそうなところがここ？いや、怖えな。ここ、この辺。この辺？この辺？ここ？ここ行ける？よし。よし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 。で、この階にはアイテムなさそうか。ないよね。なし。この一個降りたところね。はい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 。絶対ネズミとかおるやん、こんなの。絶対ネズミとかおる。いないのか？もしかして。もしかしていないのか？うん。あ、てか、はしご。あ、そうか、逆さになってるから、このはしご使えないんだ。なるほど。え、こだわってんね？こだわっておりますね。じゃあ、あそこのアイテム取ってきちゃおう。歩いて歩いて。いや。なんだろうな、このソウルシリーズ恒例のさ、梁の上歩くやつ、めちゃくちゃ怖え。恒星の星肝こいつはさ、なんだろう、なんでここに横たわってるんだろう。もともと逆さじゃなかったけど、え、なんだ、なんか、なんであんなとこにあの格好で寝てられるんだと。よし、入り口はこっ、ああ、しまっちゃった。下がっていく、あ、下がっていく下がっていく下がっていくというか上がっていくというのかどっちなんだ、下がってて、これ上がってんの、どっちが正解、下がってるの上がってるの、これどっち、どっちなの。到着したわ。こっから降りなさいと。ああ、正面に扉あるけど、それだけじゃないんじゃないか。何かある気が、なんか引っかかっちゃった。何かあってほしい。何かあってほしいんだけど、こういう時何もないパターンも多いよね。意外とね。意外と何もないこと多い。一周とりあえず回るけど、この感じ何もねえぞ。この感じ何もねえぞ、多分。もう一周しちゃったもんね。ああ、行くしかないわ。これ開けられんの？扉。ああ、開けられる。わざわざムービーまで入れて。
あ、外に出たってことか。あー、なるほど。それであの真珠塔か、リエーニーの真珠塔だっけ、そこに迎えると。あー、なるほどね、なるほど。オーケーオーケーオーケー。んじゃあ行こうか。あー、祝福もあるし。ロスクライスディスカバーッ。レベル上げるか、とりあえずね。30まで体力あるから、3、あーてかレベル上げられんわどうしようかな。次技量とかこの辺上げてもいいんだけどな。装備もね、二刀流とかやってみようかな。おお、なるほど。二刀流か、ちょっと強い気がする。ちょっと足が寂しい。ラターンじゃなくてゴトリック来たらいけるか。よっしゃ、ちょっと二刀流行ってみよう。たまにはね、ちょっと違う装備試してみないとね。まあ、今左手に装備してるやつが全然あれなんですけど強化してないから使えないんですけど、まあ行ってみてダメそうだったらすぐ着替えよう。うん、そしたらすぐ着替えましょう。なんやこいつ。あ、お前あれか、神肌系の人か、もしかして。あ、ちょっと待って、お前、いや、装備変えよう。ちょっと待ってって言ってるよね。お願いしてますよね。さて、これ神肌系の変わってこいつ。伸ばして。月が、君は月がメインか。顔おっさんや腹すごいことになってんぞ。ほうほうほう、なるほどね。いて、もう地味にやりづらい。できる。まあ攻撃させてから殴りに行くのがいいか。こいつ体すげえな。また華麗な動きを見せやがるからな。いけるかな。オッケー。うん、下がって。ふう、ちょっと疲れちゃう。やだ、疲れちゃうこの子。ああ、逃げて。飲める。オッケー。はい、お上手。体力が多くてやりづれえな。うん、やっぱこれ神肌の人と。うわ、太った。何これ。なんだよお前、ボンデリングか。ボンデリングみたいな技使いやがって。ほんとやんなっちゃうよ君。なんだその体、変幻自在か。おい、逃げる？逃げちゃう？よいしょ。ふう、パワーもあるみたいだな。華麗な剣技だけでなく。よいしょ。ちょっと待って。攻撃じゃなかった。押してたボタンが攻撃じゃなかった。ちょっと逃げよう。
や、またやってくんのかお前。さあ、ふざけないでよ。よいしょ。うわ、まずいまずい。振動すげえ。なんか体重くね。あ、ていうか体力全然、もう全然ないやん。なんだこれ、なんだこれ。もうもう、いやー、いってやる、動きは見切れ、逃げる。体が重い、体が、体、ちょっと出直してきます、出直してくる、出直してくる。ちょっとやめろ、やめろ、やめなさい、やめなさい。出直してくる、つっとるやないか。言っとるやないか、出直してくるって。ちょっと一旦引かせて、一旦引かせて、マジ一旦引かせて。お願いしますから、一旦引かせてください。あちらに祝福があんのよ、祝福。じゃあ逆逆逆、逆、なんでよ。なんでよ、今カメラに殺されたんじゃない？なんで走んない、なんで走んない。うわ、おぉ、お前マジでこんな。このバカどうにかしてくれませんか。走れ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 、もうなんでなのこれ、これなんなの、もうお前デブ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 やめろ、デブやめろ。マジなんだよ、あのもうローリングさ、どうやればいいの、ローリング避ける方間違ってんのか、間違ってるんですか私。何こいつ、はい、よいしょ。あとタイミングが1個外れるな、これそのまま直でいけないかな、鹿として、鹿としていけんかなこいつのこと。足速い、足速い、どう、鹿としてさ、鹿としていけんじゃねえかな。そろそろ到着じゃない、そろそろ到着じゃないのこれ。そろそろ、ほら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 、いけるぞいけるぞ、これいけちゃうぞいけちゃうぞ、いけるぞいけるぞいけるぞ。オッケー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 、鹿と完了。戦ってられませんよあの人、戻ってるし。帰ってる帰ってる、よし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 、来た来た来た、戦ってられん。戦ってられん。あれちょっと強いんだもん。あいつちょっと強いんだもん。ダメだよ。勝てないよ。あ、ああ、危ない危ない。足が違う。足がラダーン装備じゃないこれ。ラダーンだと重量になっちゃう。あれ今まで重量じゃなかったよね。ヒーターシールド。何がダメだった？まあいいや、行くか。よし、ふう、あったけーぜ。ちょっとレベル、ああ回収してくるの忘れた。いっか、いっか、行くか。やっぱちょっと装備重量が足りん感じするんだよな。どっかでやっぱ増やした方がいいか。お、え、これ大丈夫、ボスとかいない、何これ。死の呪痕、星見少女の伝承、これ少女だったんか。真っ黒になってる、焼けちゃってるね。
へー。え、これだけ？いやいやいや、絶対違うっしょ。絶対違うっしょ。どっかになんかあるっしょ。待って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 。ちょっと待って、これだけじゃないよね。書院の方にまだなんかあんのかな？下。あ、いけー。ないな、いけなさそうかな。どう？あ、無理。はーい。ダイブしました。とりあえず真珠島のだけだったね。うん、特にアイテムも何もなかったわ。よし、そしたらここにいる小壺のイベントがあった、新たに追加されてるらしいん でこの隣のやつでしょ、このちっちゃい壺。こいつのことだと思うんだよな。やっぱり素材か。え、お前じゃないのか。違うやつがおるんかな。あれ、小壺イベントが増えてるってあのホームページに出てたんですけど、ちょっと探そう。あ、こいつじゃない？あ、そうだそうだ、こいつだ。 Hello, Cos. What are you doing here?I didn't think anyone knew about this place. Except us Jars. Ah. Are you going to be the new post? Tsuboshi. いいだろう。Gosh. Truly. That's wonderful news. Wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff.おお、見てくれ。どうよ。Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. そうか。残念すぎる。Don't look so glum, cuz. We can still chat. Potentate or not, come back and visit me.When you can. え、優しい。Don't look so glum, cuz. We can still come back and visit me. これだけか、壺のイベントって。ちょ、もう一回休んだで戻ってきた、変わるかな。Oh. Hello again, cuz. 来ちゃった。I'm happy you came back. え、ちょっとちょっとちょっと。Oh. Hello again, cuz. I'm happy you came back.I have good tidings for you, cuz. Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them. And they said you'd be very welcome. なるほど、もう積んじゃってるわ。そしたら OK だって。Go on, cuz. You really should pick some of our flowers. Who knows? They might be of some use. Go on, cuz. いい子だな。あー、じゃあ積んでっちゃおう。お花摘みしてっちゃおう。何使うかわからんが、どっか。あ、てかめちゃくちゃ花咲いてんね。へえ、すごいやん。めっちゃ花咲いとるやん。あ、かわいい。かわいい。Go on. Who knows? もう一回ロード挟んだら変わる？ Oh, say, cuz. また変わった。Have you met Uncle Alexander? アレキサンダー知ってるよ。He used to live here with us, but then he left to be a champion. I asked to go with him, but he said, the path of champions must be trod alone.So heroic, right? I miss him though. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz. He's big and tough and strong.
ほう。Uncle Alexander said he won't be back again. My home is of the past, and the past. 声真似してる。かわいい。Is a different country. I suppose that's part of being a warrior, isn't it? So, please don't tell anyone, cuz. But I'm actually a warrior jar as well. One day, I'll be just like Uncle Alexander. Then I'll have to leave the village.To become a champion. 君の中にも戦士のお肉が入ってるのかな？ Uncle Alexander, my home is... I suppose that... なるほど。アレキサンダーの話を聞いて大体最後かな。Uncle Alexander won't come. My home is... あ、終わったな。よし、何で進むか分からんけど、まあとりあえず進めては。で、今日はもう最後に、あのさっきね、このデブさん、おデブさんにやられちゃったから、腹いせってわけじゃないんですけど、どこだっけ？水道橋か。水道橋。地下のね。水道橋を望む断崖。ここのね、ガーゴイルやっていきたいなと思ってます。とりあえず、その前に、よいしょ。円卓戻ってパワーアップしてこよう。あ。もう、グラ強化できんぜ。9には、あ、でも、あればできる。いけるぞ、9まで。ちょっと試し切りしてみようかな。あいつでどうだろう、いけるかな。倒せたら嬉しい、倒せたら嬉しいけど、やっぱ勝てえこいつ。てててい、ちょっと待って、ちょっとこいつらが邪魔。周りのこやつ、ゴミどもか。何がいるかな。よし、それではやりますか。今度こそね、今度こそやろう。よいしょ。よいしょ、よいしょ、いいダメージ、いいダメージ。合わせてくるね。よいしょよいしょよいしょ、はいはい、といいねいいね。なんでそれ勝ったか。終わり。ふう、やっぱり武器強化したら全然違う。武器強化したら全然違う。期待値6か、そんな強くなかったもんね。となるとやっぱりこっち側のやっぱるつぼの騎士をやるしかないんだな。よいしょ、いて、あ、全然。体が覚えてない。うん、出て切る。すげえ入る、すげえ入るぞ。転がりすぎた、切れなかった。よいしょ、はい、よいしょ。あ、あああいつ自ら自死を選んだ。殺されることを良しとしなかったな。よし、まあいいでしょう、倒したから。じゃ一旦戻って体力回復してからガゴリ行こう。英雄のガゴリ倒しに行こう。 OK、 というわけで来たわ。あ、金の召喚サイン、あれ？死に見えたもの D。 ちょっと待って、いたっけ。え、嘘、なんで。おい、あ、ここの人がいなくなってる。なんじゃこりゃ、どういうことだ。え、じゃあちょっと協力してもらおうかな、せっかくだし。え、死に見えた。D、 あれもう D 殺す、死んでたよね。いや、じゃあ頼もう。お願いします。これもあれか、アップデートの影響で出てきたってことかな。
よしよしよし、じゃああと写し見の位牌で3人で戦おう。これなら勝てるっしょ、さすがに。今回声で言った。よし、じゃあやろうじゃん、ガーゴイル。はいはい、2回切る。いや、いいじゃんいいじゃん、減ってるじゃん減ってるじゃん。待て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 、よいしょ、まずい、よいしょよいしょ、はいはい、回復、回復入ってない、聖剣進化がもうちょっと硬ければ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。うん。よいしょ。ベナナ。おーしよし。いけるいける。いけるぞ。いけるぞこれ。よしよし。あ、しかもなんだ。よしよし、いい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 よいいよ、 D が想像以上に強い。ちょっとバカやっちまったやっちまった、何やってんだ、毒のケア全くしてなかった、もったいな。だよ、なんで、よしよし、はい、今回は今回ばかりは許さんぞ。D 大丈夫か、 D 大丈夫か、そこD 強えな、体本当に大丈夫なのかそれ。まずなんかまずで、お前一撃甘すぎる。よいしょ。行ったか、これ行ったか、頼む、行ってくれ行ってくれ。いやもうちょっと
ティー、ありがとう、ありがとう、マジありがとう。君がいなかったら僕は絶対勝てなかった。ガーゴイルの体験どれだ。ああ体験か、本当の体験だ。精度の体験、本体が装填が欠けた部分を城で補った英雄たちの継ぎはぎである。はあ、ああまあ筋力で補正か、悪くねえな。ちょっと後で考えよう。で、さっき入ってきたところの反対側か、お隣が、どっちから入ってきたっけ。あ、こっちから入ってきてるから、こっち側か。この奥はなんかあんのこれ。奥はなんかあるのか。てか、祝福ここ出ないんだ。奥行く前に、ちょっと部屋入るか。部屋入るかって変な言い方ですね。まあ、部屋入ろう、部屋。何もないじゃん。何もないってことある？え？下降りるだけだよね。なんかあんのかな？うわ！だよ。なんだよ。勝利者にプレゼント、奇襲かよ。勝利者プレゼント奇襲ですか？ちょ、お前。ふざけんじゃねえよ、ふざけんじゃねえ。マジふざけんな。勝利者に奇襲プレゼントどうすんだよ本当に。滝の奥に部屋あったよ。うん、それはいい、それはいいだろう。四つ井のヘルパー、ちげえんだよな。勝利者に渡すべきはそういうことじゃないんだよな。となるとあのガーゴイルの部屋に何かあったってことか。やっぱり奥の方かな。奥の方だよね。開かないか。あそこにあるじゃん。よろしおっすね、よろしおっすね。あ、あっちに導かれてるな。とりあえず止めすか。 OK、 ロストクエストディスカバード。レベルアップできないな、ちょっとできないな。レベルさ上げて体力1000超えるとこまで伸ばそうか。とりあえずちょっとルーン使ってレベル上げるは無理やり。なくしちゃう、ボスにすぐやられちゃうから。でも先進んだとこ大丈夫かな。止めていけるか。あ、8000、 OKOK、 これでレベルアップできる。あ、1000超えたわ。 OKOK、 1000超えればだいぶ大丈夫じゃないかな。 FP は3ずつしか伸びないか。100のバスに、100にするにはあと7つレベル、75まで全部 FP に振らないと100は超えてこないのか。いや、位牌とかいっぱい使いたいんですよね、結構。これ最大装備重量、うん、まあ攻め力だな。本当はさ神秘3つぐらい削って技量あたりに振り直したいんだけどね。はい、よかろう。どこに伸びてたっけ。あれなんか光伸びてたよね。いや、あれじゃん。
これ絶対カンオケワープのやつだ。カンオケのやつでしょ。ほら、ダークソウルの1だけか、2とあたりのやつでワープしてたよね、これでね。はい、しっかり入っていきますと。これ滝壺にあるのに中大丈夫かな、水溜まってなかったかな。はい、閉まりますと。おお、棺ごと動くパターンか。すげえ、超古代式モノレールみたいな感じになってる。あー、なるほどなるほど。多分これ頭が下になってるから首とかやばいことになってるよね。死んだかな主人公。あれ壊れてない何、片道通行なのこれ。普通に壊れてますよね棺。負荷に耐えられなかったか。あまりの負荷に耐えられなかったんだな。またっていうか新しいところだよこれ新しいところだよ。何これ、深き根の底。あそこにあるわ。片道だ、ぶっ壊れちゃってるもん。あまりにも強度が高かったんだ移動の。これ死んねえめちゃくちゃ広くない？え、かつてない広さじゃないこれ。この黒いところ全部ってこと？こっちまでってこと？いやー、そんなわけない。そんなわけない。そんなわけないよ。そんなわけない。とりあえず、つけようか。明かりをね。明かりをつけよう。というわけで今日はこの辺で終わりにしましょう。次回は深き根の底の深き根の底の探索をねしていきたいと思います。いやー、ガーゴイルがほんと厄介だっためっちゃ厄介だった。すっきりしたわ。喉に刺さってた小骨が取れた感じしますね。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回またこの続きからやっていきたいと思いますので、よろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで、さよなら、バイバーイ。